指揮官様、こちらですよ。だいぶ驚いているみたいですね。雲仙は別に変な格好はしていませんよ。それとも、指揮官様はこの衣装でも物足りないというのでしょうか。指揮官様、よければこちらにおかけになってはいかがです？こう、少し狭くなりますが、二人が座る分には平気ですよ。あ、雲仙の健康状況なら大丈夫ですよ。元より運輸に慣れた身。数日ぐらい飲まず食わずでも、それでは仲間たちが心配する、ですか？指揮官様もいかがです？足だけ使って、海と大地、そして潮風を通して伝わる天地の霊気を一身に。ここには海底温泉がありますね。よければこの後、一緒に湯巡りに参りましょうか。泳いで二日分と、かなりの近所ですよ。指揮官様、行楽に出かけるならば、とことん楽しむべきですよ。ええ、こうして体を動かすのも、なかなかない機会ではありませんか？巫女の妹君の質問攻めですか。確かに対処法がわからなければ厄介ですね。指揮官様、そこはあえて答えないのも手ですよ。時に仕事や人間関係から逃げるのも選択肢の一つです。世離れせよとは申しませんが、少し戦火の心構えを見習ってみてはいかがですか？この開放感。もう少しここの霊気を肌に感じて、ダメ、ですか？場所はこのままでも？これはもう、任務が滞っているようですね。いいでしょう。締め切り直前まで動かないのも。また人なので。未確認の任務報酬があるようですね。いいでしょう。あえて受け取らずに眺めるのも、酒の魚になりますね。お手紙が届いているようですね。いいでしょう。しっかり休みを取ってから確認すれば大丈夫です。指揮官様、お帰りなさいませ。なるほど。こっちの方がもっと喜ばしいのですね。雲仙も知らないことがまだまだ多いようで。ここまで不義なものは、本来死するのも考えますが。冗談ですよ。しっかりしてください、指揮官様。指揮官様の世話になっていますから、戦闘、雑務、身の回りのこと何でも。雲仙にしてほしいことがありましたら、何でもおっしゃってくださいね。雲仙の要望を聞きたい、ですか？それは、特には思いつきませんけど、かといって、無欲だとも思われたくないですが、どうでしょう。これは悩みますね。指揮官様、この間の要望を思いつきました。振り返ってみると雲仙、殿方に縛られたことが一度もありません。ですから。あら？指揮官様、どうかしましたか？指揮官様を困惑させてしまったようですね。ですが、
指揮官様が相手なら、雲仙は別に構いませんが。あ、もしや、指揮官様は、そういうのではなく、別のご趣味でもお持ちなのですか？婚約を申し出くださり、誠に光栄に存じます。ふつつか者ですが、何卒よろしくお願いいたします。これは花嫁修行もやらなければいけませんね。ね、指揮官様。委託組が戻りましたね。土産話が楽しみです。強くなりましたね。諸悪を除き、青き航路に正常をもたらさん。感染の力は外見によらず、つまり、この格好で戦っていても勝利はたやすい、ということです。これは、修行不足ですね。天上無休、罪汚れを罰除せん。指揮官様に迷惑をかけられませんね。指揮官様。よければこちらにおかけになってはいかがです？こう、少し狭くなりますが、二人が座る分には平気ですよ。指揮官様もいかがです？足だけ使って、海と大地、そして潮風を通して伝わる天地の霊気を一身に。ここには海底温泉がありますね。よければこの後、一緒に湯巡りに参りましょうか。泳いで二日分と、かなりの近所ですよ。指揮官様、行楽に出かけるならば、とことん楽しむべきですよ。ええ、こうして体を動かすのも、なかなかない機会ではありませんか？巫女の妹君の質問攻めですか。確かに対処法がわからなければ厄介ですね。指揮官様、そこはあえて答えないのも手ですよ。時に仕事や人間関係から逃げるのも選択肢の一つです。世離れせよとは申しませんが、少し戦火の心構えを見習ってみてはいかがですか？この解放感、もう少しここの霊気を肌に感じて、ダメですか？場所はこのままでも？これはもう。任務が滞っているようですね。いいでしょう。締め切り直前まで動かないのも、また人なので。未確認の任務報酬があるようですね。いいでしょう。あえて受け取らずに眺めるのも、酒の肴になりますね。お手紙が届いているようですね。いいでしょう。しっかり休みを取ってから確認すれば大丈夫です。指揮官様、お帰りなさいませ。なるほど。こっちの方がもっと喜ばしいのですね。雲仙も知らないことがまだまだ多いようで。
婚約を申し出くださり、誠に光栄に存じます。ふつつか者ですが、何卒よろしくお願いいたします。これは花嫁修行もやらなければいけませんね。ね、指揮官様。委託組が戻りましたね。土産話が楽しみです。Thank you.
婚約を申し出くださり、誠に光栄に存じます。ふつつか者ですが、何卒よろしくお願いいたします。これは花嫁修行もやらなければいけませんね。ね、指揮官様。